次は、はい、INFP の、はい、転職、転職、はい、を行きましょう。行きましょう、うん、INFP の転職。ちなみに INFP さんは芸術家とあってですね、はい、心の平和を求める人とありますね、うん、胸の内に情熱を秘めた芸術家、感受性が強い、夢や理想を追いかけたい、心の調和を大切にする、うん、これ俺やがな自分の価値観は曲げたくないが、それを人に押し付けようとは思わない。あ、これ僕押し付けると思われてるんでしょうね。無口で穏やか、一対一の人間関係を好み、親しい人には胸襟を開く、はい、できれば一人で仕事をしたい、うん、規制がないところで独創性を表現したい、うん、とありますね、はい、いやこんな INFP さんの仕事の短所については、はい、うん、仕切りたがる、自分でコントロールできないと分かると途端に関心を失ってしまうことがある、うん、これ僕分かるな整理整頓が苦手、乱雑になりがち、うん、物事の優先順位をつけるのも増えて、これまでの因習的な方法に従うのを嫌がる、生来の理想主義者で現実とはかけ離れた期待をしがち、決まりきったやり方で同じ作業をするのを嫌がる、出世争いの激しい緊張した人間関係の中で仕事をするのが苦手、規則や規律に従うのが苦手、こと細かな手順を踏んで物事を進めるのを嫌う、形式ばった組織の中で働きたくない、硬直したものの考え方をする人と一緒に働きたくないというのがあって、はい、INFP に向いている仕事、うん、クリエイティブ芸術、はい、INFP 型が芸術に惹かれるのは自分を表現する能力があり独創的なものの考え方ができるからだ、うん、芸術関連の仕事には大抵個人の自由が認められているし、ライフスタイルに柔軟性があるので働き方も性に合っている。 INFP 型の多くが自分は深いところで芸術家であると表現する、たとえどんな風に生計を立てていようとも核になる部分で芸術家が生きているのだと。中には自分は芸術家に生まれるべくして生まれた、うん、と断言する人もいると、うん、例えば画家、彫刻家、ライター、詩人、小説家、ジャーナリスト、うん、エンターテイナー、建築士、俳優、役者、編集者、音楽家、グラフィックデザイナー、うん、エディター、アートディレクター、インテリアデザイナーと書いてあります、うん、はい、で教育カウンセリング、教育カウンセリングの分野では人が成長し生来の才能を発揮し可能性を広げていく際に力を貸すことができる。 INFP 型は人の生活の質を向上させたいという気高い志を持っており、うん、そのためなら真摯に努力を重ねる、うん、教師の場合小学生や中学生よりは学生の士気の高い大学のような場所で教えるのを好む、うん、INFP 型は学ぶ過程を楽しみ研究者や図書館司書として物事を深いところまで理解し未知の世界を知るのを楽しむ、うん、またカウンセリングの分野では思いやりにあふれた洞察力の鋭いカウンセラーや心理学者となるとあり、大学教授、うん、研究者、臨床心理士、うん、カウンセラー、社会福祉士、医療ソーシャルワーカー、司書、教育コンサルタント、産業カウンセラー、薬物アルコールの依存カウンセラー、うん、翻訳者、キャリアカウンセラー、コーチなど書いてありますね、うん、で、宗教とあって、多くの ENFP は宗教関係の仕事に大きなやりがいを感じる。人が精神性を高めていく力になれることが楽しいし、自分や他人が苦しみながらも模索を続け、ついに新しいものの見方ができるようになったり、新たな境地に達したりすると深い喜びを覚えると。どちらかといえば一対一の人間関係を好むが、経験を重ねるにつれ大勢の人の前で話すのも苦ではなくなると、うん、聖職者、宗教教育者、伝道者とありますね、うんうん、
メシア。メシア。憧れますね。で、健康医療とあって、うん、健康医療の分野では患者やクライアントとの親密な関係を築くことができるため、多くの INFP が魅力をそこに感じると、うん、だから自分で開業する人もいれば、組織の中でコンサルタントになる人もいる。理学療法、代替医療、マッサージなどの分野で治療を行うときには自分の直感も活用できるし、相手に思いやりを示すこともできるので、情緒型の部分も生かすことができると、うん、なので栄養士、管理栄養士、ケアマネージャー、ホームヘルパー、マッサージ師などと書いてありますね。なんか先ほどの ESFP と重なる部分もあるんですが、うん、関わり方がちょっと違うっていうことなんですかね、うんうんうん、で、組織開発とあって、 INFP 型は対立の少ない友好的な環境の中で他人の適職を見つける力になりたいと思っている。一人で活動できる仕事か、人材育成の仕事か、企業内で組織やチームを立ち上げる仕事を好む人も多いとあって、人材育成トレーナーとか、再就職支援コンサルタント、チームトレーナーなどが書いてありますね。あとテクノロジーと書いてあって、はい、この分野ではテクノロジーを理解している上、人間性に優れ、コミュニケーション能力に秀でている人材が求められている、うん、中でもテクノロジー側の人間とエンドユーザーの橋渡し役を務める仕事に魅力を感じるとあって、うん、テクノロジーコンサルタントとか、うん、エンゲージメントマネージャー、人事部の採用担当者、リクルーター、プロジェクトマネージャー、うん、教育ソフトウェア開発者とありますね。はい、INFP 型が就職転職活動で成功を収める秘訣は、自分にとって何が重要かをよく見極めることだ、うん、そして自分の価値観を表現できる仕事を精力的に探すことにある。 INFP 型にはそれができるだけの洞察力が備わっているし、弱音を吐いたりへこたれたりせずに粘り強く頑張る忍耐力も備わっている。だが理想が高いため、つい現実から逃避しようとする傾向があるので、そこは注意しようと、うん、今は存在しなくても今後の可能性として考えられるものに目を向けよう、うん、仕事にする可能性があるものでじっくりできるだけ考えてみよう。前もってよく考えたら迷うことなく表現豊かに説明し、うん、相手に自分のことをよく分かってもらおう、うん、熱意があるところを見せよう、そこだけは譲れないっていう大義は、曲げないようにしようとあります、ね、はい、INFP の方いかがでしょうかと、うん、見ていて思ったのは、うん、やっぱりなんかこのセールスが出てこなかったなとか、うんうん、要はビジネスっていう、私先ほど、うんうん、僕のやつを調べますねっていうので、うん、ESFP のところにはビジネス、セールス、うん、っていうのが出てきたんですね、うんうん、要はその一番多い営業っていうところが出てきたんですけど、うん、ISFP にはそこは出てこなかった、うん、芸術って感じですよね、まあ、芸術家はそうでしょうね、うんうん、確かに、うん、同じ職業でも理由動機の違い方から関わり方が違うっていうのが面白いです。確かにそうですね、うんうん、そうするとまあ結局職場環境みたいな話ですよね。そのとやっぱりこの自分をどう生かすか、うんうんうん、っていう、うん、その芸術家の部分だったらやっぱりその曲げろって言われるところで働いちゃダメだよとか、うんうんうん、だからこうそう、もう会社ごとに違う感じはするじゃないですか。